皆様に大切なご報告がございます。はい、レモンちゃんは先ほど病院で亡くなりました。原因についてはおそらく急性肝不全だろうということでしたが、その CT 検査を受けられなかったのではっきりとした原因は分かっていないです。体の中から出血があったということなので、何かしらの感染症にかかってしまった可能性がございます。朝起きた時は朝ご飯を変えるために様子を見た時は3人ともいつも通り元気にしていました。お昼に少し仕事の休憩終わってから、仕事がの休憩に入ってからカゴの中を見ると、レモンちゃんがカゴの入り口付近でぐったりとしていました。カゴから出してあげると少し飛ぶのですが、なかなか飛ぶことができないらしく、すぐに落ちてしまっていました。急いで病院に連れて行ったのですが、亡くなりました。今までそのたくさんレモンたちに可愛いって言ってくれたり、たくさんありがとうって言ってくれた方々、本当にありがとうございます。レモンにはすごく深く感謝しています。以上です。